おはようございます。ロストアイランド編第3弾です。今回はロックエレメンタルを税務士に行きたいと思います。実は前回の動画でもちらっと登場しました。アマルガサウルスの税務中に現れて見事にボコされました。以前から他の方の動画とかで存在は知っていましたが、フィヨルドではお目にかからなかったので、今回が初税務です。前回やられた雪辱も込みで、頑張ります。それでは、どうぞ。とりあえず、前回遭遇した砂漠地帯までやってきました。まずはロックエレメンタルを見つけないと話になりませんが、これがまず大変です。突然ですがここで問題。この中にロックエレメンタルがいます。どれでしょう？正解は、これです。こんな感じで、普段は岩に擬態しているので、見つけるのが結構大変です。まあよく見れば結構違和感はあるんですが、場所によっては、ぼーっと探していると割と見逃します。なので集中して探していきましょう。それっぽいやつは望遠鏡で覗けばロックエレメンタルかどうかわかります。ちなみにこいつはレベル50、せっかくなのでもう少し高レベルを狙いたいですね。お、怪しい。あれ、違うか？やっぱりそうでしたか。岩投げ攻撃が怖いので一旦距離を取りましょう。さあ、レベルは？結果は悪くはないですが、もう少し欲張りたいですね。さあ、お次はどうかな。こいつらは全然ダメですね。その後も結構探しましたが、高レベルはなかなか見つかりませんね。これもダメ。まあ、前回の2体に比べればこの程度は粘ってるうちに入らないですね。というか今回のロックエレメンタルの方が欲しい気持ちは強いくらいです。逆にアマルガサウルスとか正直大して欲しかったわけでもないんですけどね。よくあんなに粘ったもんです。お。さあ。135は十分でしょう。じゃあ早速準備に移りましょう。ロックエレメンタルは昏睡テイムですが、気絶させるのに大砲を使用するため、専用のトラップを作る必要があります。まずは邪魔な敵を片付けておいてから、トラップを設置していきましょう。必要な材料はこんな感じ。ロックエレメンタルは石建築は壊してくるので、金属建築が必須です。まず金属の三角土台を置いて、それに連ねるように木の三角土台を3つ並べます。これは後で回収するので木以外でも OK です。そして端に金属の三角土台を置けば、土台部分は完成。真ん中3つは回収します。ここから見て正面側から誘い込む想定です。設置の際、向きを間違わないよう注意しましょう。あとはこんな感じで外側に両開きドア枠を3段重ねて、そのてっぺんから三角屋根を設置していきます。そして藁の屋根を設置します。これも後で回収するので藁じゃなくてもいいです。そして金属の壁を設置し、屋根を回収。ここにロックエレメンタルを誘い込んで大砲を撃つので、大砲を当てられそうな場所に土台と大砲を設置しましょう。本当はこんな感じで土台を伸ばしていけば、綺麗に正面に設置できたんですが、坂道に設置しちゃったので無理でした。あとは大砲に弾を入れて、最後に照準を調整しておきます。あの金属の壁あたりにロックエレメンタルの頭が来るはずなので、先に合わせておきましょう。もうちょい上だな。こんな感じで大まかにしか変えられないので、後で微調整が必要になるかもしれません。よし、こんなもんでしょう。これで準備は万端。それじゃあいよいよ、ロックエレメンタルを連れてきます。目の前にトラップを作ったので、誘導は簡単です。
よし来た。なんか変なのも一緒に来ましたが一旦無視です。そのままハマれ。あれはハマっているんでしょうか。あ、潜った。なら先にこのサーベルタイガーを始末して、改めてトラップにはまってもらいましょう。もうこれくらいの距離なら自分で行った方が良さそう。ほら、朝だよ。なるほど、岩投げ攻撃があの壁で防がれるようになっているんですね。毎度こんなトラップを考えつく人には感心します。というか、あれはちゃんとはまっているんでしょうか。思っていた位置とは違うんですが、これだと多分大砲当たらないですよね。大砲の照準の方を合わせに行けばいいのかな。これじゃ絶対ダメですね。もっとこっち側に。そうそう、これでどうだ。逆に行き過ぎましたね。え、これはまずい。絶対一度大胆にこっち側まで下がってもらいましょう。おいでー。ダメですね。トラップ相手に向きになっちゃってます。いて、攻撃のノックバック効果がえげつないですね。壁がなければ地球の裏まで吹っ飛びそうな勢いでした。どうしたもんかな。一旦描写距離外まで離れちゃいましょうか。そしたらおとなしくなってるかも。さあ、どうかな。よしよしよし、岩状態に戻ってますね。じゃあ改めてターゲットをこっちに戻して、おいでー。来た来た。そしてもう一度反対側まで回り込んで、これでどうだ。ああ、また右にずれた。なかなか思うようにはいきませんね。機動力の高いデスモダスで再チャレンジ。よし、いい感じ。なんで最後にずれるんだよ。またトラップ相手にブチギレモードになっちゃいましたね。次でダメだったら違う方法も検討してみた方がいいかもしれないですね。何かトラップの作り方とか違ってたのかな。ほら、こっちだぞ。よし、今度こそ。ああ、ダメでした。離れすぎてタゲが切れちゃってるのかな。よし、まだついてきますね。入れー。お、入ったー。大砲の照準も合ってるし、ロックエレメンタルも身動きが取れなそう。これはさすがに完璧と言わざるを得ません。これであとは大砲ぶつけて気絶させるだけですね。一応砲弾は16発持ってきました。トラップの材料もあったので、重量的にこれが限界でしたね。いやー、大変だった。結構カットしてますが、ここまで1時間以上かかりましたからね。なんだかんだ長かったです。おっと、ここで気を抜いてはいけませんね。砲弾が足りなくなって、取りに戻ったらその間にトラップから抜けてる、とか余裕で想像できる展開です。というかこれ、どっちだ?いや、さっきから大砲をぶつけているんですが、1800ダメージ食らってる時と、450ダメージしか食らってない時があるんですよね。待てよ、落ち着いて考えろ。私大砲での昏睡テイムは初めてなんですが、似たような方法で、カルキノスを投石機でテイムしたんですよね。
確かその時は頭に当てなきゃいけなかったような。じゃあ頭に当たってるのは1800か450かどっちなんだって話なんですけど、一見たくさんダメージの入っている1800がいいと見せかけて、見た感じ頭に当たってそうなのは450の方なんですよね。なんかひるんだみたいなモーションも入るし。じゃあもしかして1800結構当ててたのってやばいか？気絶する前に倒しちゃうみたいな。あ、黄色の十字マークが出ちゃいました。これは体力が半分を切った証。ひょっとしてまずい？ここで玉切れです。不安な気持ちは残ったままですが、一旦拠点に取りに帰りましょう。弾を取りに行って戻ってきました。現在大きな不安が2つあります。1つ目は、弾を取りに行っている間にロックエレメンタルがトラップから抜けていないかどうかです。というか擬態モードが解けた時にまたトラップにはまってくれるかどうかですね。お、これは大丈夫そう。そしてもう一つの不安が、ロックエレメンタルの体力が持つかどうかです。弾を取りに行くついでに調べたところ、やっぱり1800はダメでした。昏睡値がたまらない上に大ダメージで死の危険がある。最悪みたいです。なのでここからはより一層慎重に頭を狙っていきます。集中、集中。よし、いける。今からもう二度と外さないと誓います。あ、さっき言ったのは次からです。よしよし。というか十字マークが結構オレンジになってきましたね。冗談抜きでもう外せないです。ここだ。よっしゃー。体力めちゃくちゃギリギリでしたね。それじゃああとは。あー、まずい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 。餌も出てきてねー。派手なトラップや昏睡方法に気を取られて、完全に頭から抜けてました。ロックエレメンタルのテイム用の餌は特級キブル。しかし最近来たばかりのロスアイにそんな材料あるわけないので、一度フィヨルドに戻らないといけません。こう見えてめちゃくちゃ焦ってます。一刻も早く戻らなければ。って材料全然ねえな。そう。急げー。時間もそうですが、そもそもマップ移動してる時点で怖いんですよ。マップ移動したらあのロックエレメンタル消えるみたいなのってさすがにないですよね。信じますよ。神様お願いします、お願いします。もうアーク2の発売延期に文句言ったり、リマスターも大して期待してないとか言いません。なのでどうか。あ、消えて。うん、感じる。姿は見えないけど、ここから何かを感じます。そこにいるのか？ロックエレメンタルってあれ？なんかすごいペースで。マジか？なんか一瞬でテイムできちゃいました。というか気絶値の減り具合的に。多分他のマップにいる間は時間止まってますね。むしろのんびりしてても大丈夫でした。では一度拠点に戻って性能を確認していきましょう。近くで見るとめちゃくちゃでかいですね。それじゃあ早速乗ってみましょう。おお、すごい迫力。やっぱり石は採取できるみたいですね。水晶などの鉱石もいけるみたいです。重量カットなどはないので採取要因としては微妙ですかね。では戦闘の方はどうでしょう。おお、強烈。やはりノックバックがすごいですね。岩投げ攻撃ももちろんあります。結構遠くまで届きますね。威力も高いです。他にもCTで格闘攻撃ができたり、何より防御力がすごいですね。なんと非ダメージ半減らしいです。完全に戦闘向きの生物ですね。野生同様、岩に擬態することもできるので、拠点の守護神としてここに置いておきましょう。
さて、次回はいよいよ大本命。フィヨルドには出現しない、あの人気生物をテイムしに行きます。それでは。